はじめは9月おすすめのイベント情報です。新港造り道子育て支援センターではご覧の日程でハンドメイドを楽しもうを実施します。今回はフォトフレーム作りです。自分だけのオリジナルフォトフレームを作りましょう。また13日金曜日には消防署見学を実施します。射水市消防本部に出かけ消防署内を見学します。放水体験や消防車両との写真撮影も予定しています。公共の施設ですのでルールを守って参加しましょう。この行事は来所予約が必要です。そして20日金曜日は絵本の時間を実施します。射水市大島絵本館より司書の方を迎え、子どもたちに大型絵本や年齢に合わせた絵本を紹介していただきます。保護者の方には子育てに生かせる絵本の話をしてくださいます。この行事も来所予約が必要です。詳しくは新港造り道子育て支援センターにお問い合わせいただくか、ホームページをご確認ください。続いて検診のお知らせです。9月の 3,4 ヶ月時検診は令和6年5月1日から5月31日生まれのお子さんです。検診の開催日時はご覧の通りです。1歳6ヶ月時検診は令和5年1月17日から2月15日生まれのお子さんです。検診の開催日時はご覧の通りです。3歳6ヶ月時検診は令和3年3月3日から4月14日生まれのお子さんです。検診の開催日時はご覧の通りです。詳しくは射水市保健センターにお問い合わせいただくか、ホームページをご確認ください。続いて射水市からのお知らせです。今月は世界に一つだけの絵本事業についてお知らせします。射水市では1歳半になったお子さんに世界に一つだけの絵本をお送りしています。お子さん一人一人に合わせて作られた世界に一つだけの絵本を受け取ることができます。オリジナルの絵本とともにお子さんと楽しい時間を過ごしてください。対象の方には市から案内文を送付します。同封の絵本注文チケットよりお申し込みください。また絵本注文チケットと一緒に大島絵本館内のワークショップやカフェで利用できる500円のチケットも同封されています。この機会にいろいろな絵本が楽しめる大島絵本館を利用してお気に入りの一冊を探してみましょう。詳しくはホームページをご覧ください。番組では子育てに関する質問などをお待ちしています。子ども福祉課までどしどしお寄せください。チャイルドットコムテレビでした。